バックパッカーでにぎわう夜のハノイ駅。ハノイ駅は、ベトナムのハノイに位置するベトナム鉄道の駅である。ハノイ駅は、ベトナムの首都であり、人口650万人が暮らすハノイ市のドンダークに、ある。1902年のフランス植民地時代に設立された、ルネッサンス様式の駅であったが、1972年に、ベトナム戦争による爆撃を受け中央部が破壊された。破壊された。 中央部はソビエト様式で再建され爆撃を免れた駅両川の部分との組み合わせにベトナムの歴史が忍ばれる。根幹路線である南北線をはじめとする四支線の列車が発着するターミナル駅である。国保位から東駅を経由してイエンビエンに至るまでの区間にハノイ都市鉄道1号線を建設する計画が存在する。三面五線の地上駅。なお、 ホームはかさ上げされておらず、線路のある高さとあまり変わらない。構内は石畳で舗装されており、平洋軌道のようになっている。また、駅付近の本線路にも平洋軌道区間が存在する。実は西側にも駅舎があり、こちらは通称ハノイ B 駅、あるいはトランクイキャップ駅とも呼ばれている。南北鉄道はハノイ駅であるが、ハノイ北に行く場合には、 ハノイ B 駅を使用するよう指示される。アジアの鉄道を旅する P177 ハノイ都市鉄道1号線準備調査最終報告書要約ベトナム国鉄ハノイ駅、ハノイ B 駅西船橋ジャンクション c o m 2 0 2 1年5月16日閲覧ありがとうございます。